いいね。熱いうちに入れた方がいいんだろ。これでフォークで潰していく。熱いうちに。あ、飛んだ。やっぱりね、これ出来たてもうまいんだけど、ちょっと味が馴染んで冷めてからもうまいのよね。はい、今日はオール副音声付きでお楽しみください。皆さんこんにちは、木島隆太です。こんにちは。今日はですね、ポテトサラダを作ります。ポテサラ、じゃがいもと玉ねぎの究極にシンプルなポテサラなんだけど、今の時期の新じゃがと新玉ねぎ、これを使うからすっごいね、軽やかで爽やかで美味しいのができちゃうんです。めっちゃ作り方シンプルで簡単なので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。はい、まず材料です。新じゃがいも2個と新玉ねぎね。で、あとパセリが入ります。で、あと調味料は塩コショウとか。調味料も超シンプル。まずじゃがいもは皮ごとよく洗って、こうちょっと水が今ついてるぐらい、これぐらいでラップで包んでいきます。じゃがいもは1個ずつラップで包んだ方が熱の効率がいいと思う。ちょっとね、水がついてる方が蒸しやすいんです。あとね、こうやって耐熱皿にのっけないと後で水が出てくることがあるから、ぜひ耐熱皿に乗っけて電子レンジに入れてください。うわ、この人すげえ体勢でレンジ使ってんな。まあ、あのね、レンジをカメラ側に向けるにはこういう風になっちゃうんですね。えらい頑張ってる。ではじゃがいもをレンジにかけてる間に玉ねぎを切ります。新玉ですね、今日はね。玉ねぎはまずこう根元のところをグッと落とす。これまな板の上で全然構わないです。で、上側もちょっと落とす。皮がまあ剥きやすいのかな、新玉の方が。今日は時期だから新玉にしてるけど、普通の玉ねぎでももちろん作れる。でも普通の玉ねぎでやるとちょっと辛いから、普通の玉ねぎだったら水にさらした方がいいですね。使います。まず半分に切って、根元だけ落とす。 V 字にカット。で、このままだとちょっと大きいので長くなっちゃうので、ここ俺半分ぐらいにこういう感じで先に切り目を入れます。全部切らないんだよ。全部切ってない感じね。で、これで薄切りにしていくと大きさ的にちょうどいいと思う。新玉ねぎってこうちょっと滑りやすいので気をつけてくださいね。特にこのつるんとした薄皮のところ。新玉ねぎだからこのまま使うんですけど、うん、もし芯じゃない普通の玉ねぎの時は一回ここで水にさらした方が辛みが抑えられる。言ってた。ただこの玉ねぎの辛みをね、ドレッシングに移したいんですよ、うん、なので、そうそう、水にさらしすぎはダメ。そうな、そういうこと。玉ねぎをボウルに入れます。そしたらここにお塩、うん、小さじ4分の1杯、はい、砂糖小さじ2分の1入れます。入れたらここでまずね、手で揉んでいきます。そう、この手で揉むのがいいんだよね。ここでまず新玉ねぎの水気を出してあげる、うん、ただこの水気もうまみだから捨てはしないです。ここで揉んで、揉みつつほぐしつつね。そうすると水出てくるんですよ。 OK、 優しく揉んでね。これでしんなりしてくれば OK。 ではこのしんなりした新玉ねぎにお酢を入れます。先にね、砂糖と塩の浸透圧で水を出して、出てからお酢を入れるっていうのが実はポイント。ちょっと絡めてちょっと置いておきます。もうこのまま食べてもうまそうじゃん。してみてさ、うん、玉ねぎのマリネですよ。玉なんか辛くないんだよね、全然、うんうん、このままマリネとしても食べれるぐらい。 OK。 はい、じゃがいも電子レンジから出します。これ熱いからマジ気をつけてね、ここ。うん、皆さんミトンとか使って出してください。刺してみて、あ、もう刺さるね。 OKOK。 竹串が便利、なければフォークでね、何箇所か刺してね。ここ硬いかな、硬い部分がたまにあります、ね、ちょっと硬いかなぐらいの時、ここ部分的に硬いんだよなっていうのがあった時は、俺もこのままラップで包んで余熱で通しちゃうこともあります。なのでこのまま 2,3 分ほっといても OK、はい、ちょっと今日は大きめのじゃがいもだったので、7分8分かかりましたが、こんな感じです。さあ、ではね、玉ねぎのマリネが、このじゃがいもを蒸してる時間帯でね、玉ねぎがいい感じのマリネになるんですよ。で、ここにじゃがいもね、これラップ熱いから気をつけてくださいね。もう新じゃがなのでもう皮ごと入れちゃいます。でもね、熱いうちに入れた方がいいんだよ、はい、これでフォークで潰していく。熱いうちに、あ、飛んだ、すんげえ飛んだ。熱々のじゃがいもを入れることで、じゃがいもの熱で玉ねぎもくたっとするし、この玉ねぎから出た美味しい汁がじゃがいもを吸ってくれて、じゃがいもがしっとり仕上がるの。なので必ず熱いうちにこうやって玉ねぎと混ぜちゃってください。マッシャーでもいいです。さあ、じゃがいもが潰れました。ある程度ね、こうゴロッとしたのが残ってても美味しいよね。いいよね。あんまりペースト状にするより僕はこれぐらいが好きです。まあ好みですけど。ここにマヨネーズを入れていきます。これもね、熱いうちに入れるのよ、マヨネーズ。 1,2,3,4,5 ぐらい、大さじ5ぐらいちゃっていいよね。ここからゴムベラが便利です。
このマヨネーズも昔は熱いうちに入れちゃダメって言われたのよ、溶けるから。なんだけどむしろこの溶けた感じが滑らかになって美味しいような気がして、僕は最近もう熱々の、熱々っていうか温かいうちにマヨネーズ入れて混ぜちゃってます。溶けるっていうのはマヨネーズが溶けるってことね。もうマヨネーズの量は好みだよね。これもうもっと入れてもいいね。あでもいいんじゃない。ほらこうやって混ぜてる時にもどんどん崩れてくるからさ。パセリってさなんか添え物な感じするけど、結構ね刻んでポテサラに入れるとすごく美味しいので、好みですけどね、あれば絶対使ってください、まあ、好きな人は入れてください。パセリはもうむしろ野菜だよね。むしろそうそう、パセリは野菜だと思うとすごい使い勝手がいいのよ。香りのいい野菜、特にねこの時期安いですから。今ねこれ枝から葉っぱだけこういう風に摘み取りました。摘んだらこれをギュッとまとめて、こっから刻んでいきます。刻んでいきます。ひとまとめにしたらもう小口切りみたいな切り方だよね。バジルとか板パセとかそういうスパイス、スパイスじゃない、ハーブ類って買うと高いんだけど、それに比べたらパセリって超安くない？特に今の時期安いよ、旬だからね春先は。なのでこの野菜感覚で使えるハーブとしてのパセリ有能です。薬味であり野菜でありハーブであり最高じゃん。今日はここにパセリ、やっぱねハーブが入ると途端にリッチな味になるんですよね。あうまそうじゃん。胡椒振ります。黒胡椒たっぷりで、さらに混ぜると、うん、いい香り。このねパセリが熱でまた香りが出るのよね。うん、はい、これ盛り付けて出来上がりです。やっぱりねこれ出来たてもうまいんだけど、ちょっと味が馴染んで冷めてからもうまいのよね。多めに作って 2,3 日で食べきってください。いただきます。うん、はい、いいね。じゃがいも、新じゃがって美味しいよ。ほんと程よく水分があるから、すごくこの潰した時にサラッと感があるんですよ。でさらにそこに新玉ねぎの甘みのあるシャキシャキ感、これが合う。あとねやっぱお酢をたっぷり入れてるから、すごいすっきり感があるのよ。これうまいわ。マヨネーズもうちょっと入れてもよかったかも。でもめちゃめちゃ美味しいです。僕ねもう最近あのポテトサラダってきゅうり入れたり人参入れたりいろんな作り方あります。いろんなお店によってもいろんなものがあると思うんだけど、最近俺もうね芋と玉ねぎ以上って感じ。芋と玉ねぎだけで作るのが個人的にはすごい好きです。これ、まあ、パセリがねいい仕事してるんですよ今回。パセリとね胡椒がいい仕事してるんだけど、メインは本当にじゃがいもと玉ねぎだけでいいね。これね新じゃが新玉ねぎだからこういう感じの軽い感じになるけど、普通の玉ねぎとじゃがいもで作ってももう少しね重みのある、まあ、同じような重みのあるポテサラができると思います。だから春じゃない季節にこの動画見てる方は普通にやってみてください。その場合は玉ねぎ少し水にさらすのがポイント、はい、めっちゃうまいんでぜひ皆さん作ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントいろいろよろしくお願いします。また見てね。